い、では引き続きアークボックス3ですね、やっていきたいと思います。 IT プロのフレーバーを展開して仮想マシンがいろいろと処理してくれて一晩経っております。次の日になっております。はい、で見てみますといろいろとリソースが増えてますね。ちゃんと処理が進んでるところは見えますね。 SQL のデータベースも見えますし、これは元からあった仮想マシンですね。 ArcBox SQL、 ちゃんと Azure Arc で SQL サーバーですとか SQL データベースも管理できている感じですね。で、Azure Arc の仮想マシンが 1,2,3,4,5 台見えますね。はい。キーコンテナもできてます。 Log Analytics のワークスペースもできてますし、ブックもありますね。データコレクションルールもできてますね。ソリューションも見えますと。データ収集エンドポイントなんかもあります。ふんふんふん。なるほど。なかなかいい感じにいろんなものができてるみたいですね。若干デプロイにこう、に失敗ってなってるのが気になるところではありますね。展開はいろいろ増えましたね。そしてポリシーデプロイメントが、失敗をしているものがある。失敗してないものもあるという感じになってます。これはちょっとね、多分エラーが起きないことの方が正しいんじゃないかと思いますが、一部失敗しちゃってるみたいですね。で、ディストリビューションがサポートされてないから、ディペンデンシーエージェントがインストールされなかったよ、なんていうことも書いてありますが、サービスマップの話なのかな？これがデザイン通りなのか、本当にエラーなのか、ちょっとこれだけだとわからないところはありますね。こっちはどうでしょう？こっちも一緒ですね。これからすると Ubuntu のこのバージョンなんだからインストールできなくて当たり前みたいに見えますけどね。まあ、このあたりはオープンソースで開発されていて問題があればイシューが上がって誰かが修正してプルリクエストが送られてマージされてみたいな感じで解決していくものではあるので、あまり深く考えなくていいかもしれません。今日だけね、1日だけ展開してそれで検証しますよみたいな人はあんま気にしなくていい気もしますね。とりあえず大枠のメインの方の処理みたいなところはだいたい終わったように見えますのでね、もう一度じゃあ仮想マシンに入っていって中身を確認していきたいと思います。はい、ジャンプスタートアークボックスの壁紙に変わってますね。そしてデプロイメントステータスでテストサクシーデッドって21で失敗は0ということで、きちんとテストも成功してるみたいですから、そうですね、さっきの展開失敗みたいなログはあまり気にしなくて良さそうな気はします。はい、というわけで展開のところはすごく簡単だしちゃんと動いたぞという感じになってますね。で、仮想マシンも 1,2,3,4,5 台動いてますね。はい、図に書いてあった通りですね。メモリーバリアではこんな感じ。では ArcBox for IT Pro をですね、実際に使ってみるというところをやっていきたいと思います。体験していくっていうところで Azure 管理ポータルからやるか、まあ、あるいは ArcBox クライアントの仮想マシンの中からいじるかという感じの2つが、まあ、あるということですね。まずトライしてみましょうということで Hyper-V マネージャーを開いてみましょうっていうふうになってますね。で、仮想マシンのクレデンシャル、 Ubuntu バーチャルマシンのクレデンシャルっていう感じでこうなってますので、そうですね、 Hyper-V を立ち上げてこれらのクレデンシャルで入っていって中身を確認するってことができますね。一応入ってみましょうか。せっかくなのでね。入って何するわけでもないんですけど、まあ、コネクトとやりまして、つながるねというところを見ときましょうか。はい。ユーザーネームはもう入ってますので、JS123 びっくりびっくりですね。全部大文字。ジャンプスタート123びっくりびっくり。はい。こんな感じでいけますかね。うん。入れましたね。いろいろとツールも入って、なんか負荷をかけるようなやつなんかも入ってますしね。うん。いい感じかもしれません。まあ、これ聞かれてますので、まあ、Yes でいいじゃないですかね。じゃあ Windows サーバー系先に入りましょうか。同じパスワードで入ります。うん、ちゃんと入れますね。これも入っておきましょうか。はい、入れました。まあ、入ってね、何を見たいかっていうのもまだないから、まあとりあえず入ったぞぐらいしかないですけど、まあいいでしょう。で、Ubuntu の方も入っておきましょう。で、こちらは小文字でジャンプスタートというユーザーで、パスワードは一緒ですね。はい、入れますね。はい、全部入ってみました。とりあえず入ってみましたみたいな感じでね、なんかね、見たいことがある方は見ていただくといいのかなと思いますね。この SQL サーバーなんかは、まあ、SQL サーバー入ってるんでしょうね。マネジメントスタジオとかも入れてくれてますからね。ローカルホストに対してデータベースエンジンに Windows のオーセンティケーションでそのまま入れますかね。コネクトしてみましょう。うん、入れました。データベースもなんかアタッチされてますね、サンプルのやつが。ドベンチャーワークス。テーブルもありますね。カスタマーとか、セレクトトップ。
1000ローズって1000とか1000ローズってやってみましょうか。うん、遅いですけど、はい、ちゃんと動いてますね。はい、こんな感じでスケールサーバーもちゃんと動いてるしということで、うん、仮想マシンできてますね。じゃあ次は SSH でアクセスをしてみましょうと。でこれを Azure Arc のエネーブルドサーバーの方からアクセスしてみましょうってことですね。でこれはこの仮想マシンの中でもうネットワークにつながっているところで SSH 普通にできますよっていう話ではなくて、インターネット経由でってことですね。まあ、この今扱っているこっちの自分たちのパソコンの方からアクセス SSH でしてみましょう。でそれがサーバーの方はパブリック IP 持つみたいなことしなくてよくて、 Arc Enabled サーバーになってれば SSH ベースでアクセスできますよっていうことになってると、うん、それができることを確認してみましょう。で Azure CLI でつなげますよっていうことですね。でどこからこの Azure CLI を実行するかなんですが、 ArcBox クライアント VM からやるのはもちろんできますよねと。Azure CLI でやるか、あるいは Azure PowerShell でもできますよと。で、Windows マシンにも接続できますよ。で、私個人的にArcBox クライアントから VM からやるよりも、自分のパソコンからやった方が、なんか、嬉しい気が私はしますので、ちょっとここからやりますね。Azure ログインしないといけないですね。Azure ログイン。ちょっとね、日をまたいでますので、再度認証します。はい、これで3を選びまして、はい、これで OK ですので、じゃあサーバー名がこれ、ローカルユーザーがこれ、で、AzSSHArc、で、リソースグループ、ああ、なるほど。これ、環境変数でリソースグループ名とかを設定してくれてるんですね。まあでもいいでしょう。リソースグループの名前はね、自分で分かってますから、ちょっとこれをコピーしまして、貼り付けまして、で、リソースグループの名前が、何でしたっけ、ArcBox3-2 ですね。はい。外しました。これでいいんじゃなかろうとかと思いますね。SSH ですけど、AzSSH ですからね。AzSSH Arc。Arc の Enabled サーバーに SSH で入っていくぞと。で、これ、Ubuntu なので、普通に SSH のサーバーが立ち上がってるってことなんでしょうね。で、これをつなげてみます。はい、なんか頑張ってくれてますね。なんかインストールしてくれてますね、まずね。で、このコマンドは SSH の拡張が必要なので、まず最初にインストールしますねっていうことですね。で、インストールしてくれてます。はい、拡張のインストールが済んで SSH でつながろうとしてるところですね。でつながりますかと。はい、これは Yes で、でパスワード入れてくださいと。はい、つながりましたね。うん、 SSH 何もパブリックポートが穴を開けたりせず接続するということができました。ホストネームなんか見てみるとこれですね。はい、 ArcBox Ubuntu 01きちんと接続できてますと。これで Azure Arc につないでおけば世界中どこからでも SSH で入れるぞということが確認できたということですね。で、今私はパスワードを聞かれましたけど、 SSH のキーのペアがこう ArcBox クライアント VM の方には仕込まれてて、そっちからやるとパスワード聞かれないでいくみたいですね。で、同じことが Azure PowerShell からもできますよと。うん、まあこれはいいでしょう。で、これは Ubuntu だけじゃなくて、Linux だけじゃなくて、Windows にも SSH で接続できるんですよということを言ってますね。じゃあ行ってみましょうか。ね、Windows の方にも。で、これでじゃあ、ユーザー名を変更しまして、あ、そっか、ここじゃないですね。一度切りまして、で、PowerShell の方で、サーバー名とローカルユーザーを変更しまして、で、リソースグループの名前はこれですからね。はい、これで、今度は Windows サーバーの方に SSH で接続をしてみましょう。はい、イエスとパスワード引かれてます。はい、入りましたね。これはコマンドプロンプトですね。 DIR、 うん、ちゃんと入れてますね。 Windows にも SSH でインターネット経由どこからでもアクセスできる、コンソールにアクセスできる、そんな時代になりましたね。もちろん PowerShell とやれば PowerShell が立ち上がりますね。はい、まあこんな感じで SSH 経由でインターネットどこからでもアクセスできますよというところが見えました。で、さらに Azure Arc Enabled サーバーで、Windows サーバーにリモートデスクトップ SSH 経由で、リモートデスクトップで入れますよと言ってますね。一番最後に RDP っていうオプションをつけると RDP で入れますと。それはすごいですね。やってみましょう。 RDP、 はい、はい、パスワード聞かれてますので、はい、これが出てきましたね。もう一度ユーザー名打ち出さなきゃいけないみたいですけど、
接続先がローカルホストにもなってましたね。でそれがリダイレクトされて SSH のトンネルで入りましたね。 RDP つながっております。 IP アドレスは10点台しか持ってませんと。うん、ArcBox Windows 2022ですと。きちんと接続できましたね。うん、素敵じゃないでしょうか。でさらに次はマイクロソフトエントラー ID ベースで SSH ログインできますよっていう話がありますね。でマイクロソフトエントラー ID ベースで SSH ログインするためには、まあ、パッケージを追加で入れる必要がありますと。これは ADSSH ログインっていうのですね。これを入れましょうということがあるわけですね。なので ArcBox Ubuntu 01に対して As Connected Machine Extension Create ということでエクステンションをこうインストールすると。で対象のサーバー、リソースグループで、パブリッシャーは Microsoft Azure Active Directory で、名前が ADSSH ログイン、 ADSSH ログイン for Linux で、ロケーションは Azure のロケーションで、これだからリージョンですよね。そんな感じでできると。そっか、ここら辺はちょっとあれですね、あのパラメーターを入れるのが面倒だから、うん、やっぱり ArcBox の方でやりましょう。まあどっからでもできるんですけどね。どっからでもできるからこそ、まあ、こっちからやってもいいでしょうということにしましょうか。ちょっといろいろやったから画面が汚くなっておりますが、整理しまして Windows ターミナルでやりましょうかね。でここでやれば、まあ、環境変数にもうなんかいろいろ入ってるので、このままこれ実行で大丈夫ということになるわけですね。ちょっと文字を大きくしますね。大きすぎるか。まあこんぐらいでいいですかね。で今コネクテッドマシンエクステンションADSSH ログインというですね、これを今インストールしてくれてますよということですね。はい、成功してますね。はい、成功しましたということで OK です。入ってもおります。じゃあこれでね、エントラー ID で入るっていう時に、まあその権限がいりますので、その権限を Azure 管理ポータルで構成しておきましょうというのがこの2番目のタスクですね。バーチャルマシンアドミニストレーターログイン、でこれは管理者で入れると。バーチャルマシンユーザーログイン、これユーザーで入れるということですね。これのどっちかを自分のエントラー ID のユーザーアカウントにアサインしてあげて、そしてこのコマンド叩いてくださいということですね。では権限を構成しましょう。まあバーチャルマシンアドミニストレーターログインがいいかな。でこの権限を出すわけですが、対象は ArcBox Ubuntu 01ってやつですね。なので Azure 上にもね、こういうリソースがありますから、この仮想マシンに対して、この Azure Arc の仮想マシンに対してアクセス権を設定しますと。ここですね。そして追加、ロールの割り当ての追加をしてあげて、でロール名としてバーチャルマシンアドミニストレーターログインっていうのがありませんね。おや？うん。まあ、これがロール名だと思うんですけどね。そのものではないみたいですね。ちょっとバーチャルマシーンで検索しましょうか。ああ、なるほど。バーチャルマシーン、ローカルユーザーログインは英語のままですけど、仮想マシンの管理者ログインって、ここはなんかなぜか微妙に日本語になってますね。あ、こっちに仮想マシンのユーザーログインあるの。不思議ですね。これとこれは一緒なんじゃないのか。カテゴリーがなしとコンピューターでちょっと違いますね。うん、不思議ですね。はい。で、こっちがあるんだったら、バーチャルマシーン、アドミニストレーターログインもあっていいんじゃないかって気もしますけどね。まあでもこっちですね。はい。じゃあこっちを選択しまして。まあこれね、混乱する方は英語版でやった方が混乱しなくていいと思いますね。ここら辺はね。はい。じゃあ仮想マシンの管理者ログインを選択して、メンバーとして、まあ自分自身を入れていきましょうかね。そっか。自分はゲストユーザーだから、これですね。これが今の自分自身を指してますので、これで選択しまして、デビューと割り当て。はい。割り当てをします。はい。割り当ては成功しましたね。で、まあ、認証をきちんとその該当ユーザーでしてあげた上で、このサーバーに対して、As SSH Arc リソースグループ指定して、名前を指定して、そして、これで入っていけるぞということですね。で、この時に認証情報がエントラー ID のもので入っていけるということみたいですね。やってみましょう。じゃあ、サーバー名。じゃあ、これは自分のパソコンから行きましょうかね。これ今、自分のアカウントで入ってますので、サーバー名をこれ、これでいっか。As SSH Arc で、リソースグループはこれ。で、名前はこれ。で、さっきはローカルユーザーを、このユーザーでね、とか入れてましたけど、これを削ると。はい、ここまで。ちょっとね、保管されようとしてこれ出てますけど、これ打ってませんので、今。はい。これで、エントラー ID。その認証でアクセスできますよということなんですね。はい、入れましたね。今度はパスワードも引かれずに入れました。裏でエントラー ID によって入れたんだなということがわかりますね。なので、まずエントラー ID 試して、まあその拡張も入っていれば、それでエントラー ID 試して、
ダメだったら、まあ、多分 SSH のキーとかその辺で認証して、それもダメならパスワードでいくみたいな、なんかそんな感じで動くみたいですね。はい、次はリモートパワーシェルで入ってみましょうという話ですね。リモートパワーシェル、まあ普通にシェルに入ってからパワーシェルやればいいっていう話もありますが、まあリモートパワーシェルでもそのままいけますよと。で、Azure CLI もしくは Azure パワーシェルを使って SSH のプロキシーコンフィギュレーションファイルっていうものを作れますよということなんですね。まあこのコマンドによってサーバーはこれ、ローカルユーザーはこれ、コンフィグファイルのパスはこれ、そして as extension add ネーム SSH とやって as SSH config ローカルユーザーリソースタイプマイクロソフトハイブリッドコンピュートでファイルを指定して、これでこうコンフィグファイル SSH プロキシーコンフィギュレーションファイルっていうのをこれで作りますということなんですね。じゃあやりましょうか。これをステップダメなんだろうな。このコピーしにくいのはちょっと良くないですね。動いたりして、あ、やっぱダメですよね。コピーできてほしいですね。ちょっとね、これバグ報告しなきゃダメですね。あ、コピーできませんね。いや、コピーできないですね。これ何が難しいって、コピーするのが一番難しいっていう、そういう話になっちゃってますね。じゃあこれはこっちからやりましょうか。ちょっとね、あちこちでやっててちょっと分かんなくなりますけど、はい、貼り付け、あ、大丈夫かな。あ、大丈夫ですね。as extension add で ssh っていう名前のやつをってまで実行して、で一番最後のコマンドまだやってないですね。ネームこう、これでよいしょ、あれキーバインド分からない問題がこうですね。はい、うん、これで、はい、うん、これで SSH コネクティビティプロキシーファイルってやつがなんかこうできましたね。見ときましょうか。 C のアークボックス一番新しいファイル、これですね。ちょっとノートパッドで開いてみましょう。なんか普通のプレーンテキストの感じですね。ホストネームとユーザーとプロキシーコマンド、クライアント SSH プロキシー、このエグゼで as SSH コンフィグっていうディレクトリがあるんですね。はい、これを指定してやりますと。なるほど、面白いですね。 as SSH config この中にこうなんかありますね、ファイルが。ああ、これがなんか鍵とかそういう感じになってるでしょうかね。はい、まあ、人間が読んでわかるようなものではないですが、まあ、これで準備が整ったみたいな感じになってるんだろうと思われますね。 PowerShell でもできますよと。で、次は SSH のプロキシーコマンドのためのまあ値をこういろいろとね作っておかなきゃいけないということみたいですね。ちょっと複雑ですけどね。なんかもうちょっと簡単に多分なるでしょうね、将来的に。これはね、まあ、とりあえず言われた通りに実行すればできるんでしょう。はい、これで変数がいろいろとね格納されましたので、最後にネイティブなリモートパワーシェルをリモートマシンに対して実行しますと。 new ps セッションこれをやると。ああ、もうあとはもう普通のコマンドですね、これ。まあだから準備を今までもしたので、普通のリモートパワーシェルをこうやってやれば、で、ランコマンドを実行するみたいなことをやれば動いちゃいますよと。で、これがインターネット接続だけあればどっからでもできちゃうよってことなんですね。やってみましょう。はい、新しいセッションを作る。もう普通にできますね。で、コマンドの実行もできますと。この辺はね、リモートパーシェルとかを使いこなしてる人だったら素晴らしいってなると思うんですけど、リモートパーシェルとかそもそも普段使ってませんっていう人だと、なんだこっちゃいっていう感じでしょうね。うん、ちゃんとでも、うん、リモートで実行できてますね。まあこういう仕組みがあることによって、もうネットワークの垣根のない素敵な世界が作れますよねっていうことですね。はい、エンター PS セッションもできますね。はい。うん。あとは、まあ、ディスコネクトしてクリーンアップしておきましょうっていうゴミ掃除のコマンドなんかも書いてくれてますね。ゴミ掃除もしておきましょう。はい。はい。こんな感じで SSH 経由でインターネットどこからでも Azure Arc のサーバーに対してリモートパーシェルができると。そのためにプロキシファイルとはなんかいろんなこういうことをやっとくんですよと。今はね、と、うん、いうことなんですね。なるほど。じゃあ次やっていきましょう。ArcBox Azure Monitor Workbook。Azure モニターのワークブックが用意されているので、それでいい感じに見えますよっていうことなんですね。インベントリー情報、パフォーマンス情報。まあ、これは簡単に見ておきましょうか。これは Azure 管理ポータルの方からいきますね。で、ブックがあるはずですので、なんか複数あるぞ。これが OS パフォーマンスか。で、これがリソースのインベントリーこっちですね。ちょっと種類で相当しておきましょうか。はい。じゃあ、インベントリーの方から見てみましょうか。はい、ブックを開きます。うん、そうするとトータル6台ありますよと。アーケネルドサーバーが3台、アーケネルドサーバーの Linux が2台、Azure バーチャルマシーンの Windows が1台。確かにと。これ今ね、 ArcBox 3-2 っていう
リソースグループを対象に表示してくれてますね。 VM1 台コネクテッドやから5台ですよと。で、アークエネブドサーバーのインベントリー的にはこんな感じ、ね、OS のバージョンとかエージェントのバージョンとかロケーションとかそういうものも入ってますね。で、コンプライアントポリシーがこうね、何個コンプライアントで何個ノンコンプライアントなのかみたいなことも表示してくれてますね。Kubernetes クラスターのインベントリーの方は何もない。まあ、Kubernetes のクラスターは今ないですよってことですね。で、これアップデートステータスですね。適用すべきアップデートがありますよっていう感じになってますね。Windows は4台、Linux 2台、全部アップデートが必要ですと。で、どんなものなのかというと、こういうアップデートがありますぞと。Windows のアップデート、こっち Linux のアップデート。で、Defender for Cloud のアクティブなアラートは今ないですよってなってますね。まあ、こんな感じでインベントリ情報をパッと見られる素敵なブックを作ってサンプル作っときましたよって感じになってますね。で、他にこういうのがあってほしいなとか組織ごとにあると思いますが、その辺はこれ編集できますのでね、まあ、ブックですから、はい、まあ、どんなクエリ書いてあるのかとか、どういうふうに見た目調整するのかみたいなこともこう確認もできるし編集もできるという感じになってますと。素敵な感じですね。じゃあ OS のパフォーマンスを細かく見ようっていうのがこっちですね。ブックを開く。で、ワークスペースとしてはこれですね。このワークスペースが今回作ったやつですので、それを選択していきましょう。はい、どのコンピューターがアベレージの、これ CPU ですか、はい、CPU どのぐらい使ってる、最大このぐらいまでいった、はい、メモリー OK なのかとか、メモリーどんな感じで使ってるかとかですね、ディスクどんぐらいあるか、はい、ハートビートちゃんと来てるかなとか、うん、そういうの見れますね。はい、トップパフォーマンス、プロセッサー、トータルのプロセスタイムですが、まあ、CPU の使用率みたいなものの履歴なんかが出てますね。で、ちょっと敷地超えたらアラート出すぞ、赤くするぞみたいなこともここで表現されて、こうグラフが作られているわけですね。こちらはメモリに関して、メモリはね、やっぱりこうケチった環境で動かしてるから、みんなステータスが注意ってなってますね、うんうん、まあ、これ正しいですね。はい、メモリの状況ですね。はい、でディスクの空き容量とかそういうことを含めてこうね、確認簡単にできるような感じになってますね。で、ディスクのパフォーマンス周りの話、こちら読む方ですね、こっち書く方ですね。はい、なかなかいい感じに見えてますよね。で、こういうのもね、あのパフォーマンスカウンターで生で撮って、 Excel でガリガリ作って月1レポートを作ってみたいなことをやっている組織、今でもあるかもしれないですね、もしかしたら中には。まあ、昔ね、結構そういうのが当たり前に やられてた、そういう時代もあったと思いますが、まあ、今ならこんな感じで Azure で集計して素敵にこう可視化してみたいなことができますし、オンプレにあるサーバーも Azure Arc でうまくつなげてあげれば、こうやってデータがね、取れますよっていうことですね。うん、いい時代になりましたね。はい、まあ、そんなことを見ました。はい、次、アップデートマネージャー。アップデートマネージャーは、まあ、アップデートをね、いろいろとこうやってくれるやつですからね、管理してくれると。で、 Windows も Linux も対象ですと。 Azure もオンプレも他のクラウドも含めて、まあ、一箇所で管理できますよって感じですね。それに Azure アップデートマネージャーを使いましょうと。で、メンテナンスウィンドウを設定してあげて、いつの時間にアップデートしてくださいねみたいなこともスケジュール実行とかね、そういうこともできますよと。で、ArcBox では、まあ、定期的にこうアセスメントするっていうのが構成されてますよ。なので、どんなアップデートが今あるのかみたいなことはちゃんと出てくるというふうに初めからなってるわけですね。もちろんマニュアルで実行するみたいなこともできますと。で、1回有効化すると24時間、1日に1回こうアップデートをこうね、取ってくるぞという感じに動くぞということですね。で、展開の中で一つのオンデマンドのアセスメントっていうのがトリガーされてますよと、すでに。なので、さっきアップデートがありますよみたいなの出てましたけど、それはオンデマンドでやったからですと。やろうと思えばスケジュール実行もできるけど、オンデマンドもできるし、それをこうプログラム的に一回だけ呼び出すみたいなこともできるって感じになってますね。で、さっきはブックから見ましたけど、この仮想マシンの方から見ていくこともできますね。例えば、このサーバーに対して操作か、操作の更新。これを見てみたりしますと、はい。72個更新プログラムありますよって感じになってますね。セキュリティ系のやつが49個、結構当てた方がいいなって感じではありますね。はい、まあ、いろいろあるぞと。で、どういう実行履歴なのかみたいなことも見えますし、スケジュールしていきましょうみたいな、メンテナンス構成しましょうみたいな、そういうこともできますね。で、アップデートマネージャー、これ今マシンの方から見てますけど、アップデートマネージャーの全体を見るみたいな感じの中で管理していくこと、見ていくことっていうのはもちろんできますね。まあ、この辺はね、 Azure アップデートマネージャーの管理系の操作の話になってきますね。ちょっと今はやりませんけど、まあ、このあたりきちんと連動して動く Azure Arc を使えば、オンプレのサーバーに対してもこういう Azure と同じような体験ができるというところが見えますね。もちろんこれ Windows もできますよと。
次は SSH のポスチャーコントロールということで、まあ、SSH のサーバーのセキュリティ管理みたいなことを一括でするような仕組みが入ってますよということですね。でこれは Ubuntu、Red Hat、Azure、Linux とかその辺も対象ですと。で、ArcBox では Azure のポリシーのアセスメントのところが SSH のポリシーのアセスメントですね。それがオーディットオンリーモードで構成されてますよと。オーディットオンリーなので設定を変えるっていうところまでやればできるんだけど、それはやらないで設定がこうなってるよ、直してねって警告するところもあるですね。で、一つの見方ですけど、マシンコンフィギュレーションのところから見てくださいねとなってますね。マシンコンフィギュレーション言ってみましょう。コンピューターの構成、はい、ここにこうなってますね。準拠してないですよと、ルールがこういろいろあるんですけど、何パーセントしかやってないですよみたいなことがありますね。で、構成が3つ今ありまして、 Azure Linux としてのベースラインと、で SSH でパスワード使わないようにしといてねっていうやつと、これが今回の主眼のやつですかね。 SSH のサーバーのセキュリティベースラインというものが割り当たってますね。でこの LinuxSSH サーバーセキュリティベースラインってやつが、まあ、この ArcBox の中で独自に構成されているものなので、これをクリックしてみると中が見えてきますよということですね。いろいろと確認項目があって、準拠してないですよってこう叱ってくれてますね。で理由はこうだからですよということですね。まあ、こんな感じでマシンの構成のところをですね、ルールを自分たちで書いて、それを適用して準拠してるか準拠してないかっていうのをこうパッと出して全体的に管理していく、してもしも準拠してなければ強制的に準拠させていくとかですね、そういうこともできるようになっているということですね。でこれは Azure リソースグラフの方からも、リソースグラフのエクスプローラーからも確認できますよと。これをこのね、こういうクエリを KQL を実行すればいいですよと。リソースグラフエクスプローラー、ここにクエリを貼り付けまして、クエリの実行というと、こんな感じでね、こう見えてきますよと。うん。なので、Azure 上にこういろいろとね、もうつながっていろいろとプロパティ持ってる。で、そこにこういろいろと確認項目足していってあげて、それをクエリしてあげて、結果を得るみたいなことができるような、そういうプラットフォームになってるんですね。で、可能性は無限大ですよという感じですね。これはもうちょっと細かいところまで見るような感じですかね。こっちも実行してみましょう。はい、そうするとこのサーバーのこのルールがこうなんですよみたいなやつが細かく取れると、はい。まあ、こういうふうにね、あのクエリを書いてこう結果を得てみたいなことは、これ API 系でもできるので、すでに使っている監視ソリューションみたいなところにこういう機能を組み込むみたいなこともできますね。次は Arc Enabled SQL Server のベストプラクティスアセスメントってやつを見てみましょう。 SQL Server、まあ、様々なね、あのベストプラクティスみたいなものがありますね。こう構成するとまずいぞとか、こう構成するといいぞみたいなことがありますので、そういうものをこうアセスメントしてくれる仕組みがありますよということですね。 ArcBox SQL リソースを見ていきましょう。じゃあリソースグループから辿っていきまして、 ArcBox SQL ですね、はい、こちらを開きまして、失礼、こっちじゃないのか、こっちの Arc Enabled Server の方じゃなくて、 SQL Server に関してはこっちですね。この SQL Serverとしてちゃんと Azure Arc で SQL サーバーを認識してつながっている方のやつですね。これは SQL サーバーがつながっているっていう感じになってますので、セッティングのベストプラクティスセッティング、設定ですね、ベストプラクティスアセスメント、はい、ここでベストプラクティスのアセスメントができるということなんですね。でスケジュールされてるんですが、9月5日の6時に実行してアップロードに失敗しちゃってますね。これはちょっと多分意図していないものですね。これは展開の中でちょっと失敗したのかもしれないですね。ちょっと評価を実行今してみましょうか。はい、評価を構成する要求が正常に行われました。評価設定を更新しています。しばらくお待ちくださいというふうになりましたね。で、本来はこれ成功していれば、それクリックしてアセスメントの結果が見えて、ここがいいですね、ここがダメですねっていうのが見えてくるということなんですね。はい、ちょっとこれは失敗してしまっているので、評価の実行をしましても、すぐに一瞬で出るわけではないということなので、今すぐ見れないですね。ちょっと残念ですが、はい、今処理中になってますので、これが終わったら、終わってアップロード成功したら見れるという感じになってますね。多分かなり時間かかっちゃうと思いますので、これはまた後で見れたら、成功したら見たいなというふうに思います。で次は SQL サーバーマイグレーションアセスメントですね。これ SQL サーバーをつなげてあげたら、オンプレの SQL サーバーを Azure Arc でつなげてあげたら、マイグレーションできるかどうかみたいなアセスメントなんかも簡単にこう実行できるようになってるということですね。マイグレーションのアセスメントっていうところがあるから、そこからいろいろとね、あの
どのリソースにはできるできないとか、その理由とか、そういうことがこう表示してくれるよっていうふうになってますね。見てみましょう。移行評価、はい、SQL サーバーの移行シナリオ、マネージドインスタンスはこれは対応してませんよってことですね。準備ができてません。なぜならばこのアーカイブ DB っていうのに3つ問題がありますと。このファイルストリームとファイルテーブルはサポートされてませんよとかですね。はい、まあこれが問題があって、これによって SQL マネージドインスタンスにはいけないぞということが分かるということですね。Azure 上の VM でその中に SQL サーバーが入っている状態はどうですかというと、これまた準備完了なのでこれできますよということですね。で、今の状態からだとこの VM の構成がいいんじゃないかと、このサイズと、ね、コア数とこのストレージとと、信頼度はなんか低いですけどね。はい、で、長い間こうね継続的にデータを集めたら信頼性が上がっていくっていうことみたいですね。まだデータ集め始めてすぐなのでまだ信頼度低いんですけどねと。で、推奨される移行ツールもここにありますので、まあ Azure Database Migration Service、 Azure Migrator なんかを使ってこうね移行していけますよということですね。で、SQL データベースに移行するっていうのはこれもねできないっていうことになってますね。はい、ブロックされちゃいますということですね。で、この機能がサポートされてないから、まあ、これ機能がサポートされてないからということで、まあ、これ使ってるんだったらできないですねっていうことがこう分かるというふうになってるわけですね。で、これ問題なければ対応できてれば、じゃあ移行しようかなっていうことにできるわけですね。で、データベースなのでサーバー丸ごとではなくてデータベースごとに移行できるので、このこっちの1個目のこっちのアドベンチャーワークスのデータベースは移行できますということですね。で、このアーカイブ DB の方は移行できませんねというふうになってるということですね。そこまで分かると、うん、で、こっちには SQL サーバーのエディションとかバージョンとかサポートがいつ終わるのかとかですね、そういうのも含めていろいろ分かるようになってますね。 Azure Arc でつなげて管理ができますよっていうだけじゃなくて、こういろいろとアセスメントの方も充実してきてる感じですね。いい感じですね。そして Microsoft Defender for Cloud、 それを使うと、まあ、セキュリティ系のものができるわけですね。まあ、これは別途有効化してあげてできますよということですね。で、ディフェンダー、マイクロソフトディフェンダー4クラウドの SQL サーバーですね。ディフェンダー4クラウド 4SQL。2個重ねてもいいんですね、4ってね。はい。まあ、それのやり方なんか書いてありますと。で、ディフェンダーのとこに行って、対象のサブスクリプションを開いてあげて、環境の設定のとこですね。で、メールの受信者のところ入れといてあげて、で、マイクロソフトディフェンダー 4SQL サーバーオンマシーンズっていうのを有効化するってやると、それが対象になると。これはちょっと課金とかのまあ関連があるので、ちょっと私は今有効化しないんですけど、まあ簡単に有効化することができますよねっていうことが書かれていて、で、これを有効化すると SQL サーバーに対してのセキュリティチェックみたいなものを実行するわけですから、何かその仕掛けみたいなものとか、その何かクエリ実行したりとか、そういうことがあるはずですよね。で、そのあたりのことが少し確認され、説明されてますね。このファイルが SQL の脅威を検出するとかですね、そういうことをしてくれるクエリであると。で、これが仮想マシンにコピーされて、これが実行されるんですよと。PowerShell スクリプトですね。まあ、明示的にそれをこう実行してあげると、こんな感じでこうね、テストをするっていうことができますよっていうことが説明されてますね。で、これを実行することによって、問題が検知されれば、それがポータルの方に見えてくるという感じですね。で、問題があればメールなんかで通知してくれるということもできるわけですね。まあ、本番でね、きちんと使うようなデータベースだったら、きちんとこういうアセスメントを実行して問題がないということを継続的に確認しながら使うというのが望ましいですね。はい、ということで ArcBox for IT Pro の中で、まあ、メインで紹介されているシナリオのところを見てきました。で、他にもいっぱいツールとか入ってるし、環境もリッチなものがあるし、もうつながっている中でいろんなことができるので、いろいろと検証してくださいねということになっております。で、終わったらね、リソースグループ消してくださいねということですね。はい、あとはトラブルシューティングとか、そういうことでログがどこにありますよみたいなことが書いてありますということで、はい、ざっと、まあ、メインシナリオのところは見てみました。皆さんいかがだったでしょうか。まあ、そもそもね、環境がこれだけの環境が簡単な手順で展開されて、そっち様々なブックが用意されてたりとか、アセスメントの仕組みとか、マシンの構成とかですね、ポリシーとか、いろんなものが設定されてました。まだ見切れてないところもいっぱいあるわけなんですが、そういうことも含めて、Azure のハイブリッド環境、Azure Arc を使って、どんなことができるのかというところが、IT プロの皆さんにも分かりやすく体験できるものであるということは理解いただけたかなというふうに思います。で、ArcBox 3になって安くもなり、そして展開しやすくもなり、
簡単にできますので、皆さんもぜひ試していただけるといいんじゃないかなというふうに思います。で、私は理卒グループを消しまして、はい、ありがとうございましたということで、ね、課金がね、ありますのでね、はい、これでもゴミ掃除は終了ということで、お手軽ですね。展開も簡単ですので、必要な時に展開して、まあ、検証なりなんなりデモなりして、そして必要なくなったらすぐ消すということで、ハッピーな感じでやっていけるかなと思いますので、ぜひ皆さんもやってみてください。では今回は、Azure Arc Jump Start Arcbox for IT Pro、 こちらの方を見ていきました。はい、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あと知人にも紹介しておいてあげてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。